シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュー君によって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、妙ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄飛剣のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄イングルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得てエースが捕らわれているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放にしぶしぶ同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。
エースさんを救いたいんじゃ。頼む、わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。誰一人なしはせん。海の上、急いでインペルダウンを脱出するんじゃ。ここはわしに任せてもらおう。俺は好きにやらせてもらうぜ。この監獄にはあるはずのない道が至る所にあってみるのよ。
の先はレベル4。ライト貸してここを突破するわよ、クロコボーイ。バナータならこんなもん簡単に壊せるんじゃ。っていねえのかよ。あいつはどこ行ったのよ。すぐに探して連れてくるのよ。なっ、極卒銃か。面倒なのが出てきやがった。よならば監視を逃れ、出口目指してコツコツと。バギーと3の大冒険、ここまで来たぜ、レベル4。何か騒がしいな、バギー。様子を見。ボスお前か、ミスター3。使えねえカスがここで何してる。偉いのが解放されとるがね。麦わら。あ、お前らこんなとこにいたのか。あんたらよくこの監獄を逃げてこれたわね。ミスター2、お前も彼。囚人たちを解放するや、国内はさらに大混乱。脱獄もチャンスも急上昇だ。私の能力をもってすれば、脳の鍵を作ることなどたやすいことだがね。バナータたちは立ち止まらずに進んで、バター氏はこの先の状況を調べてくる。このゴムの岩さん、あっちも行くわよ。マネマネの能力がきっと役に立つわ。この辺りにあいつがいるはずだな。兵力を増やしとくのも悪くない。このゴムのくそ、脳の鍵を開けたぞ。おい、ワニ！おお、俺たちは自由だ！Thank you.
かよ。何から手をつければいいかわからんが、責任問題だけは避ければ。おいおい、解放してくれんのか？すまねえな、あんた。って、クロコダイル？奥の男に用がある。ここを出ようと思うんだが、少々兵力がいる。どうだ、俺と来るか、ミスターワン。付き合いましょう、あんたになら。ちょうど退屈してきたところだ。すぐに雑魚どもが群がってきやがる。腕はなまっちゃいねえだろうな。当然。結構だ。行くぞ。望むな。逃がさんと言っているのがわからんか。したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。助かったぜ、キャプテンバギー。囚人どもが集まれ十分だ。シャバに出てやつ、俺様に続け。おお、キャプテンバギー万歳。ここが地獄の大砦、何人たりとも通さんぞ。
副所長、もう立たないで、死んじまいます。貴様らが海へ出て存在するだけで、庶民は愛する者を失う恐怖で夜も眠れない。かよわき人々にご安心いただくために、凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておき、ここは地獄の大砦で、それが破れしゃ、この世は恐怖のどん底じゃろうがい。出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな。正義だ悪だと口にするのは、この世のどこを探しても答えはねえだろう。くだらねえ。貴様は黒ひげ。黒ひげ、お前が黒ひげ。ぜはははは、久しぶりだな麦わら。俺も驚いたぜ、おめえがエースの弟だったとはな。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ぜはははは。エースは死なせねえ。邪魔すんならぶっ飛ばしていくだけだ。立派に戦ってたぜ、おめえの兄貴はよ。俺たちの前にエースが現れなかったら、本来死んでたのはおめえだ、麦わら。だったら今やってみろよ。任せてもいいかね。
何が先だ。どう考える。楽しみにしてる。後で最高のショーを見せてやるからよ。先を急いで。道は開けてるわよ。まだこの先いくつも門がある。力押しで突破できるかしらね。問題ナーティン。あっちが所長に化けて門を開けさせてみるわよ。道ができたべる。ありがとう、イワちゃん。礼なんて言わなくていいの。バナートのことは勝手ながらサポートする義理がある。同胞の息子を目の前で死なせるわけにはいかなあぶるわよ。本当はバナートの父ちゃん、革命家ドラゴンが軍を率いて動き出すとき、バターシは再びシャバへ飛び出すつもりだったべる。でもバナートが来て状況は変わったわ。何としてもインペルダウンを脱獄し、エースボーイを救出するわよ。よし、待ってろよエース。今行くぞ。安心よし、バター足がついてる。手放って。はい。一体何が起きている。私の能力があれば足止めくらいはできる。早く行けミスター2。私は諦めが早いぞ。はい、やばいか。
ローの愛会に。これがあれや囚人をどんどん増やせるぜ。おお、俺たちは自由だ。何かおかしい。現場に行って様子を見てこい。キャプテンバギー、押されてるガンネ。おい、あの門を開け放って。わかりました。チャラいマンね。集まれ十分だ。おめえらに自由を与えた俺様の名を言ってみな。キャプテンバギー、あんたは大恩人だ。何でも言ってくれ。運が向いてきたぜ。結構な玉だぜこいつらは。この人数で進めば脱獄も決して夢じゃねえ。さあ野郎ども、今こそが最大のチャンス。シャバの空気を吸いたけりゃ命がけで暴れ回れ。キックオフだ。うわあ、俺たちの救世主キャプテンバギー。押されてるガンネ。剣法の極み、見せてあげちゃべる。おい、あの門を開け放って。はい。大成功よ。でも、まだやることがあるのよね。この者を、はい、乗れ、許さんぞ。よっ
艦は沖合に移動してしまうだ。これわしが一隻奪っておくんだ。逃げるための足がねえとな。軍艦を奪うなら俺も行こう。間に合ったベルね。手がすぐそこまで迫ってるがね。それが乗る船がまだないのよ。どうやら間に合ったベルね。イワちゃん逃げるぞ。あれやってくれ、ウィング。いいわよ、ヘル。行かせん。開けられんがね。
ことかね。うおおおお、なんでか知んねえけど門が開いた。本当か、それボンちゃんが。さっき入り口で一緒にいたのに、ボンちゃん一人インペルダウンに残ったのか。俺たちこのまま進むのか。時間がない。あいつ置き去りにすんのかよ。まだ繋がっとる。ボンちゃん、おい聞こえてんのか。ボンちゃん、お前またなんでこんなことすんだよ。あん時みたいによ、一緒に脱獄するんじゃなかったのかよ。俺助けてもらってばっかじゃねえか。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。ミスター2。ミスター2、おめえってやつは。ボンボーイ。ボンちゃん、ボンがもう縛る。俺たち行くよ。ありがとう。ブギキは必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ワンちゃん、残す言葉はあるか。本望。オカマ畑でまた会おう。やったな。